チャンネルをご視聴中の女子高生、女子大生、若い OL の皆さん、おはかい。どうも、源内浜海です。今日はね、シュリゾリアン副支店長をシャッフルで処刑しましたので、動画の方を上げていきたいと思います。で、このシュリゾリアン副支店長くんっていうのが、何をしたかっていうと、まあ、特に悪いことはしてないと思うんですけど、なんか、ツイッターで僕に、クソリップっていうんですかね。そういうのを送ってくるんで、まあ、あとはプラゾリアン君と組んでるんで、まあ別に晒してもいいかなと思って、動画の方を撮ってきました。で、今回ね、3回シャッフルでマッチしたんですけど、2回は味方来て、勝っちゃって、で、最後の最後で敵に回って、処刑するっていう感じなんで、一応家庭の方も載せときましょう。で、今回対面がスターウィニングとエクセリアということで、まあ、そこまできつくはないですよね。スターウィニングもまあ、なんだろう、五分五分かなとは思うんですけど、いや、ちょっときついかもしれないですね。まあ、やっぱこうやってガンネラーされると、やっぱメイン打つタイミングも ないんで、どうしようかなってところなんですけど、まあ、これで、ね、逃げてれば多分シュリゾリアン君が取ってくれるなと思って、まあ、あとはこうやってうまくその着地にライフルビットを刺して、自衛していきたいですよね。ただちょっとこのスターファンネルでしたっけ、これに関してはちょっと4つ打たれるとすごい逃げるのがしんどいですよね。まあこうしてちょっとガン狙いされるときついですよね。ちょっと今覚醒してちょっと逃げる方向が違うなと思ったんですけど、やっぱ覚醒落ちちゃいましたね。まあそれはしょうがないんですけど、こうやってもちろんダメージも取ってくれてるんで、覚醒技ちょっとバレてましたね、あれ。まあ、ただ覚醒技避けて安心してるところにメインが刺さったんで。まあちょっとあれ、エクセリアが芋引いてるんで、ここは2人でね、スターウィニングを落としていきたいですよね。まあうまくいったので、まあこのままシュリゾリアン君3落ちの流れで進めていきたいんですけど、まあこんな感じでメインも当たるといえば当たるんで、まあ、そんなにね、きつい対面じゃないかなとは思います。ただ、こうもね、マシンガンで狙ってくると、ちょっと、なんか、別の感情が湧き上がってきますよね。そこをうまく立てして、そう、狙われそうなところを取ってくれましたね。こんだけ噛み合うと結構気持ちいいですよね。なんか、いかにもシャッフルって感じがしますよね。さあ、ここでだいぶ、その、俺を追うのがなんか不毛な気がしてきたんでしょうかね。さあこれちょっと当たっちゃいますけど、やっぱスターファンネルは避けるのはちょっと、ブーストで上に上がって、で、そこで取り憑かれて、その、加工しながら逃げるみたいな感じでいけば、まあ、うまく避けられるのかなって僕は思いますけどね。さあ、これシュリゼリアン君のおかげで、これ勝てましたね。頭見るのが怖いですけど、頭4000、あ、まあまあ、取ってる方なのかな。持ってるなら頭2000くらいで勝ちたいですよね。あと僕はこの名前に関してちょっと気になることがあるんですけど、まずシュリゾリアン副支店長っていうのがプラゾリアン副支店長をもじった名前じゃないですか。で、プラゾリアンがこのまあ流行る前っていうのはこの一体どんな名前で活動していたかっていうのがちょっと気になるところではあるんですけど、この前こいつ僕にクソリップを送ってきて、それがちょっと伸びてて、でそのクソリップをリツイートした青森のプレイヤーさんが、あら、これ広前の人じゃね、めっちゃ滑っとるやんってカラーリップ送ってたんですけど、あ、やっぱまあ地元一緒で分かる人には分かっちゃうんだなってまあ思いましたけどね。まあもちろんその人には触れてほしくない過去っていうのがあると思うんで、あんまり詮索する気はないし、あんまり興味はないんで。あ、で、その対面が、モンテーロとヘビーアームズ。このヘビーアームズに関してはもうメイン全く当たんないんで、はっきり言って見たくもないですよね。なんか使ってるやつも気持ち悪いやつばっかりだし。あと、モンテーロに関しては、まあ、射撃戦ならまあ、やや有利とは思うんですけど、なんていうんですかね、こういったその、ムチの対策さえしてれば、まあ、ただなぜかアシストに食われちゃうんですけど、まあ、あとやっぱ近づかれると、まあ、不利かなって思いますけどね。
これ今変なステップ出て、これ壊れちゃいましたね。で、起き上がり格チャーも多分、なんか射撃ガード付きの格闘で防がれちゃうんで、まあ、シールドビット、ね、と降りてく使って逃げるしかないですよね。そう、てかいつの間にかヘビーアームズ落ちてるし、これ助かりますね。いやー、ここで鎌谷さんに当たっちゃう。このお互い今覚醒溜まっちゃってるんで、結構調整ミスっちゃいましたよね。もう俺が狙われた段階で多分高飛びかなんかしてれば、この事態は避けられたんですけどね。さあ、覚醒技。と、今、シュリジョリアン君覚醒技打ってくれて当たったんですけど、僕のは簡単に当たんないですよね。さあ、なぜか覚醒落ち。多分僕が間違えて送ったライフルビットが当たったんでしょうね、これ。まあ、結構あるんで。当然狙ってないんですけど。さあ、ダメージも結構食らっちゃったんで、落ちる前に根性補正の乗ったメインを、縦張られたんで、これ、実はこれピストルで縦めくれるんですよ。これ皆さんもやってみてください。さあ、ダメージ取りたいけど、なんでヘビーアームズを狙ってるんだ、お前は。もう絶対当たんないやん、こんなの。モンテーロに切り替えて、なぜか、これヘビーアームズの誤射ですかね、これ。さあ、落ちる前に一回縦張りたかったんですけど、まあ、しょうがないですね。さあ、覚醒して、なぜかモンテーロにウッパー。まあまあ、ヘビーアームズに当たらないと思って打ったんでしょうけどね。さあ、闇打ちが成功して。まあ、どっち狙いだったかっていうと、まあ、どっちでもよかったのかなって思いますけどね。さあ、アタボは6500。まあ、取れた方ですね。さあ、これで最後の対戦に行きたいと思います。あとは、シュリゾリアン君、猫ちゃん飼ってますよね。白と黒の牛みたいな柄の可愛い猫ちゃん。まあ、うちの島君のが可愛いんで、まあそこは触れないようにしておきましょう。で、最後の対戦が、ナラティブ。そう、シュリゾリアン副支店長のナラティブと、熊本ゼモン君の。熊本ゼノンじゃないですよ、これ。パチモンですね、パチモン。プラゾリアンと熊本ゼノン君のパチモンですね。結構面白い絵面ですけど。で、対面、あ、違う、相方がこれ、ハイネグフさん。これ、この方何度か組ませていただいて結構強い方だったんで、あ、これ結構、いけるなと思ったんですけど。まあ、ただ、ナラティブも生地なら全然射撃戦で、こっちの方が強いと思いますし、まあ、ただ、脱がれると、やっぱり、射撃ガードのせいできついですよね。もうカウンターくらいしか、やることないなと思いますけどね。さあ、これカウンターしたかったんですけど、失敗して、まあ、ただコンボミスってくれたんで、さあ、各地当てて追撃して、やっぱりハイネグフ3落ちの流れで、そう、立ち回っていきたいですよね。さあ、縦張って、覚醒耐えましょう。まあ、ただこいつらもそんなになんか変な降りてくことがないんで、そこまでやっててきつくはないですけどね。ただ、こいつら降りてくがそう、アシストが多分できるんですよね。おそらくなんですけど、そのアシストの回転率が悪いから、その頻繁に出せないだけで、ただ今のミサイルの誘導はおかしい。地味に上下に誘導強いなと思いますけどね、ミサイル。さっきの明らかに横でしたね。さあ、覚醒怖い。おー、これ上昇して逃げられんのかな。まあ、多分これ角度の問題で当たんなかったんでしょうけど。さあ、カウンター失敗。さあ、カウンター成功して、処刑。もう一回、シリドリアン君、処刑するシーンがあるんで、まあ、楽しみにしておいてください。さあ、覚醒耐えましょう。あ、やばい、来た。さあ、覚醒して逃げて、ありがとうございます。ただ当たらない。はい、ここで、ぶっ破した覚醒技が、シリゾリアン君を捉えました。これで、ほぼほぼ勝ち確ですね。これ落として、シリゾリアン君落として終わりたいとこなんですけど、まあ、なんだろう、変なぶっ破さえ当たんなければ、と思ったら逃げて。あー、シールドビットが、いや、もう怖いですよね、これ。あ、カウンターしたいけど、あー、食らっちゃって、さらにぶっ破。あ、当たっちゃいましたね。これ、熊本ゼモンさんのおかげでワンチャン作れましたよね。さあ、アシスト立てと思ったら、
これすごいですね。これ角度、多分ミサイルの角度のせいなんですけど、双方向からミサイルが降ってきたんで、縦めくれちゃったんですよね、多分。まあ、距離の問題なんでしょうけどね。狙って出せるもんじゃないと思います。さあ、追いたい。シリドリアンが追いたい。さあ、結局、ハイネグフのマシンガンで終了ですね。さあ、長らくありがとうございました。まあ、シリドリアン君は次対面来たら僕に勝てるよ。